KHB ウェザーフォーキャスト。 KHB ウェザーフォーキャスト、お天気リポーターの佐藤文香です。今日は私がクイズに挑戦するということで、どんなクイズがあるのでしょうか。それではお願いします。今回 MC を務めます、北海道出身中学1年生藤本一華です。同じく秋田県出身中学2年生菅田クレアです。よろしくお願いします。では早速文香さん、私たちが宮城県に関するクイズを出題するので、正解目指して頑張ってください。頑張ります。それじゃあいきますね。はい、問題。宮城では靴下に穴が開くことを何と言うでしょう。 A おはよう靴下、 B こんにちは靴下、C こんばんは靴下。なんで靴下に穴が開くと挨拶するの？確かに教えて。それじゃあ考えながら、ふみかさん、はい、仙台管区気象台発表による東北地方の季節予報をお願いします。はい、東北日本海側では天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。夜の挨拶好きだからちょっと C かな。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーで。ファイナルアンサー。それじゃあ答えをお願いします。答えはバツです。正解は A のおはよう靴下でした。おはようって言うんですか。若い世代を中心に新しい方言として広まっているようですよ。残念ながら不正解だったので、即興ダンスをお願いします。はい、実はダンスは15年以上ちょっと経験があるんですけど、すごい可愛いダンスを踊りたいと思います。私の一番可愛いだからに気づいてる。可愛い。ありがとうございました。